こんにちは、ゆうです。無課金闇属性シェル、あ、いつもの言ってない、パズドラのお時間です。イエイ。はい、今日は無課金闇属性縛り長老やっていきたいと思います。本当はね、まんじゅうチャレンジ挑んでたんですけど、まあね、勝てなくてもう諦めようと思って、単純にね、もう HP が足りない、あとキャラが足りない、そもそも本当に。で、まあ竜愛少女もね、だから、あ、そうそう、じゃあまんじゅうチャレンジは勝てないから、竜愛少女にね、まんじゅうチャレンジ本当はクリアする予定だったパーティーでライブステージに上がりたいと思いますはい、パーティーがこんな感じです。はい、もうせっかくね、そのサギリというね、まあ、強キャラと、で、まあ、その僕の嫌いなルーレット、はい、駆使して結構ね、頑張って組んだつもりなんですけど、こんな感じで挑んでみたいと思います。あ、パーティーはこんな感じです。はいはい、もう説明しません実況者でそれってええんかいなっていう話なんですけど、まあ、単純にね、このパーティーを紹介したところでね、まんじゅう勝てないんですよ。 HP が足りないんですよ、普通に。だからもう、もういいかなと思って挑戦する。はいミュージック、いやー、いや、せっかくもう速攻闇吸収とかやん、もう無理やって闇水ってとりあえずラフィーネ変身させますね。で、ま、闇ラードラ、変身させますと、この上にね、覚醒無効解除武器がついてるんで、ちょっとね、それはね、覚醒無効を送るの知ってるんで置いときたいと思います。はい、威嚇さして、あ、威嚇さしたら、やったねー。威嚇さしたら、あれちゃう？もしかして。ちょっと待って。ガードブレイクじゃないわ。何だっけ？スキッチャー発動させたいんよ。あ、LG 組んでもうてる！あ、LG 組んでもうてるけど？組んだもうたところでね、そうですよね。よかった。まんじゅうチャレンジのちょっと1コマ。いやー、ちょっとスキッチャー発動させたいねんて。ライフ、じゃあ発動させたいから、はいちょっとごめんなさいね、ブーブー今携帯スマホ通知来てるんで、音鳴ってたらごめんなさい。はい、これで威嚇しながらだんだんとね、スキッチャーを早くはめて、サギリが LG のね、踏まないと倍率が出ないっていう点を利用して、まあラフィーネを速攻貯めちゃって、ラフィーネやったっけ、 L 字組めてないやんこれ。ちょっと待って、どうしようこうか、もううるさいな僕、やべ。少しずつ行きますよ。ちょっとこれ、さすがにやり直します。はい。はい、戻ってきました。よいしょ。はい、オッケー。さすがにね、あそこでコンテするわけにはいかんでしょ。私たちの本当の音楽、聞いてくれる？ミルちゃんのセリフ、せっかくのセリフ、聞いてんかったな。あと8ターンなんで、あと、ここもね、ちょっと威嚇しちゃいます。威嚇して、で、サギリが、ね、エルジック組まないと倍率が出ないってことで、威嚇しながらもスキッチャーかけまくって、変身なっとったよ。ちょっと待ってーな。もう、そんなことある？ルーレットがたまたま LG になってることなんて。ちょっと待ってよ、ちょっと待って、しかも闇気吸収でしょ。いやー、それはないで、それはちょっとないで、ルーレットさん。そこかいって突っ込むの。ちょっと待って、そんなこと言ってる間に、間に。いや、ちょっと、ヒー組むか、せめて。もうこれで。十字もね、もうちょっとね、これパーティーね、結構組んだ
あとなんで搭載してるんですよ。あかんなこれ、消せないはちょっとあかんな、よろしくないな、どうしようかな。もうこれ使っちゃうか。いやもうね、ね、もう無課金で、さらに属性まで縛って待ってるんで、ちょっとマジになってきたかも。ごめんなさい、今なんでか、L 字をね組むの忘れたっていうね。はい、あ、そっか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 、僕勘違いしてた。L 字は組まんでも、L 字は組まんでええんや。軽減倍率は発動するんや。そう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 。何を勘違いしとったんや。いや、今度そもそも色が決めてんな、もう。あかんなぁ。やっぱりもう、あかん。もう、さっさと全解除してしまおう、もう。もう全解除してしまおう、もう。ギミック。魔法石の力で。マジでね、もう、そういうとこ、もう妥協しんとこ、もう、無理やからね、だって。これ、色あるんかいな。いやー、ちょっとね、やっぱりね、やっぱね、その無課金で、その特攻キャラ、属性縛ってる分、ちょっとね、特攻ダンジョンがね、きつくなってきましてね、L 字組めてなかった今、もしかして。あ、ごめんなさい、普通に平積みしてましたね、今多分。いや、こんなね、この、何が辛いって、もうこういう系がめちゃくちゃ連なってますよね、もう。まあ、言い換えたらね、これに、こういう系に挑む分でも、まあ、その動画にできるっていうメリットありますよね、僕の。最高の音楽を奏でよう、はい。いやー、闇、痛い。確か、覚醒もありましたよね、ここ。ラフィーネ変身させて、もうラフィーネね、ここまで行ったらこっちのもんなんですよ。もうそれはね、その、まんじゅうチャレンジでもう散々やったんで、これ。いや、もうほんと動画にしてないんですけど、結構撮ったんですよ、これ。ほんまに。ほい。そしたらね、もう普通に、どう頑張っても、やっぱ HP が足りなかったっていうね。そう。PDC とかできないんで、その難しいことが。どんどん行くぞ。よーし。もっと盛り上がれるだろ。わー、盛り上がろうぜ。はいはいはい。はいはい。いや、ちょっとこんなところで火組むのやめようよ。はいはいはい。はいはいはい。はい。オッケー。そう。あ、ていうか、普通にね、超重力じゃなかったらラフィーネ入れる意味なかったんですけどね。せめてこのね、組んだ、頑張って、ごめんなさい、イデアルちゃんの。聞きましょう。ごめんなさい、イデアルちゃんの。天使のボイスの時に喋っちゃって、めっちゃこれも使っちゃおうか。いやー、どうしよう。これ来るよね、覚醒向こう、ほんまそういうとこちゃんと教えてくれない。イエー、はいはいはい、よいしょ。あれ、消防チャレンジだけやったかな。よし。まだまだ歌えますよ。ここまで来れたらもう結構もう十分ちゃいますもん。行きましょう。私たちのステージに楽しいね。強いんちゃう実は。では演奏してみましょう。すいません。またせっかく喋ってはるときに喋っちゃったよ。ほんまにおしゃべりクソ野郎ですわ。よいしょ。これでいいかな。
コーヒーになったら行きましょうか。はい。いや、ラッキーぐらいね、指が伸びてればね、もう楽勝なんですよ。はい。そう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 、ここでやっぱ核戦後来るんですよ。ラストスパート。行きますよ。はいはい。で、核戦後、異国しようか、異国。よし、で、はい、核戦後解除させて、で、これ、詐欺使って、いや、僕ね、最近ね、めちゃくちゃね、ナスとワゲのお味噌汁を作りたいんですよ。でも、ナスが高くてね、ちょっとね、買えないんですよね。あぶね、切り決まってへん。決まってるわ。そう、ほんまに。どう？ありがとうございました。ほんまにナスが高いんです。ナス比が高い。高いし、小さいし。遊びは買えないんですよね。オーケー。よしよしよし。では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 、報酬のガチャ引いていきましょう。ここで、一応、整理しておくと、無課金闇属性芝居なので、はい。ロシェちゃんを狙って引きたいと思います。はい。あ、これダイヤか、絶対。ありです。正直ありです。属性で縛ってますけど。じゃあ今日も始めるよ。はい。私が音を飾ってみせる。はい。もうこのイラストボイス聞かせていただけるだけでもうありがたいです。なんならね、武器強武器強武器強。はい、こんな感じで、はい、ちょっとしょうもない動画となってしまいましたが、まあまあしょうもないことは、いつものことなんですけど、トークのね、調子もあまり良くなかったということで、多色プラス、LG プラス、ルーレットプラス、色茶プラスで、もう、僕にとってはね、もう、お話ししてる間なんかないんですよね。はい、ごめんなさい。それでは、今回はこれにて終わりたいと思います。見てくださった皆さん、ありがとうございました。それでは、チャンネル登録、高評価、していただける方は、ぜひしてください。はい。あとね、概要欄に Twitter とかいろいろ貼ってありますので、そちらもよろしくお願いします。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。